クリップスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くストリートギャング。1969年にレイモンド・ワシントンを中心としてスタンリー・ウィリアムズ、マック・トーマスらによって結成された。アメリカ全土に勢力を伸ばし、2008年には3万人から3万5000人の構成員を有する。その活動は個々の地域やコミュニティに点在する。 セットと呼ばれるグループ単位で行われており、明確な指導部が存在しないため各セットの独立性が高く、多くのストリートギャングに見られる連合型の組織体系を有している。クリップスの構成員は、帽子やバンダナ、靴ひもなどの衣類の一部に青色を用いることが知られている。これは、初期メンバーであったクリス・モローが青色で統一された服装を好んだことに由来する。 しかし、彼らの活動が社会問題となったことにより、青色を身につけていることで警察の厳しい取り締まりを受けるようになったため、その後やや暗色なコニ色が用いられるようになった。また、六芒製をシンボルに使用することもある。ちなみにギャングスタラップで有名なスヌープドッグは元構成員であり、自身の楽曲の PV で青色の服装をしているのがよく見られる。 クリップスと並びアフリカ系アメリカ人の二大ストリートギャングと呼ばれるブラッツとは創設期から現在に至るまで構想を繰り広げている。その他、偉人種ギャングに対して敵対的なメキシコ系アメリカ人ギャングとの構想、さらにはクリップス同士のセット間での島を巡る構想が断続的に続いているが、イリノイ州シカゴに本拠地を置くバイスローズとテネシー州メンフィスでの 麻薬取引が明るみに出たことにより、1990年代前半に見られた大規模なギャング構想は一時的に停滞していると言われている。1960年代にはワッツ暴動が発生したが、同じく黒人居住区であったコンプトンやその他の地域でも貧困や人種差別に対する不満が高まっていた。レーモンドレレイ,レイワシントンが、 ブラックパンサー党員として活動するアベニューズに魅了され、個人的に加入を望んだが拒否される。そのため、1969年にレイモンド・ワシントンやスタンリー・ウィリアムズらによってクリップスの前進組織が結成された。70年以降、ロサンゼルスで活動するブラックパンサー党をはじめ、政治的、社会的な運動を行う他の組織も衰退の道をたどり、 彼らにとって若いアフリカ系アメリカ人を束ねる上で、好都合な社会状況だったと見られる。外見的な特徴として、黒いレザージャケットを羽織り、左耳たぶにピアスをつけ、練り歩くブラックパンサー党員を模倣した様子であり、当初のメンバーの多くが筋力トレーニングに励んだという。1971年、重要人物の一人であるスタンリー、トゥッキー、ウィリアムズ、 マック・トーマスを組織に加え、ベイビー・アベニュー・クリブスと解消することになる。しかし、徐々に肥大化しつつある、組織の取りまとめに苦慮するようになり、創設当時の志を知らぬ新規メンバーの身勝手な行動によって、クリブスによる犯罪が頻発するようになる。その結果、当時のクリブスの悪事の数々が使命を賑わすようになり、1972年2月10日の、 ロサンゼルスセンティネル氏に杖をついた障害者たちによる初老の日本人女性に対する事件として紙面掲載された。72年にはロサンゼルスタイムズもこのギャング集団をクリップスと呼んだ。クリブスという故障は次第にクリップスという故障に転じロサンゼルスの人々に認知されるようになっていった。しかしレイモンド・ワシントンの遺族は1971年の 結成当初より、組織名はクリップスであったと証言している。その裏付けとして、結成時のサンセットは、レイモンド・ワシントンのイーストサイド・クリップス、スタンリー・ウィリアムズのウエストサイド・クリップス、マック・トーマスのコンプトン・クリップスであり、すでにクリップスの名称が使用されている。1972年以降、クリップスによる犯罪は、さらに凶悪さを増し、 象徴とも言える黒いレザージャケットを得るために若い世代による強盗が頻発するようになった。多くの場合、老人や年齢の離れた少年少女が標的とされ、裕福な家庭に育ったものは格好の的であった。皮肉にも報道記事の掲載された1972年2月10日から3日後、レザージャケットを欲しがる思いが講じて、 クリップスのメンバーによる初めての殺人が行われた。被害者は、ロサンゼルス高校に通っていた16歳の高校生で、ギャングに所属していないにもかかわらず、クリップスに襲われた際に抵抗したが殺害され、助けようとした被害者の友人も、路上で殴り殺されているのを発見された。数日後、クリップスに属する9名の若者が殺人を理由に、 逮捕されることになったが、クリップスという組織にすべての責任があることを理解していながら、組織本体を逮捕、訴追することはできなかったという。1974年になると、レイモンド・ワシントンが殺人容疑で逮捕。1979年には、スタンディ・ウィリアムズが台湾人一家4名の殺害容疑で逮捕されると徐々に組織は創設メンバーの手を離れて、 行くことになる。出所後、レイモンド・ワシントンは、若きメンバーと反りが合わず組織から距離を置くようになり、後に、フーバー・クリップスのメンバーによって殺害されたとされる。それが原因で、イースト・サイド・クリップスとフーバー・クリップスが構想に突入している。1970年代後半になると、組織は、サンディエゴ、リバーサイド、フレズノなど、 カリフォルニア各地に勢力を伸ばしていく。1980年代には全米各地に進出。1980年代前半にはアリゾナ州、ネバダ州、ワシントン州、オレゴン州などの近隣諸州、さらには南部のテキサス州へと勢力を拡大。1980年代半ばにはテネシー州、フロリダ州などにも到達する。この頃には国境を越えて、 カナダのバンクーバーにもセットを設立している。また、ベリーズ系メンバーの多かった、ローリン30、S ハーレムクリップスを通じて、ベリーズにも、進出人口30万人程度の小国にもかかわらず500名以上のメンバーを持っている。ただし、1969年から70年代、80年代前半までは、クリップスはアメリカ以外の世界では全く知られていなかった。 彼ららル・ギャングが世界的に知られるようになったのは80年代末に NWA が発表したアルバムが全米で大ヒットしたことによる。クリップスは1980年代後半に入るとイリノイ州、オハイオ州などの北部、そして東部メリーランド州、ニュージャージー州、ついにはニューヨークにまで拡大していき、全米にその勢力を持つまでに至った。 黒人ギャングの最盛期と言われた1980年代から1990年代前半にかけて大きく勢力を拡大したクリップスではあるが、旧来からのタイブラッツ構想に加えて1990年代に入るとタイスレイニョス構想も表面化し、クリップスに関係する暴力事件も過激さを増していく。そんな折、1993年に発生した。 ロサンゼルスボードをきっかけに、ワッツのグレープストリート、ワッツクリップス、PJ ワッツクリップス、バウンティーハンターブラッツの間で、ワッツ休戦協定が結ばれることになる。この休戦協定は反対派メンバーによる、休戦派メンバーの殺害をもって破棄されることになるが、以後各地での大規模な対ブラッツ構想は人静化の傾向にある。年には、ブラッツクリップス名義で、 ラップアルバムが発表されている。しかし同年、メキシカンマフィアによる異人種ギャング、特に黒人ギャングに対する攻撃が推奨された結果、スレーニョス対クリップスが各地で発生することになる。クリップスのベニス進出によって、以前から衝突していたベニス13及びカルバーシティボーイズとベニスショアラインクリップスの構想が激化、1994年の停戦までに双方。 合わせて55名の死傷者を出したという。2004年には、以前から、ワッツのフローレンス・ファイアストーンでの縄張りをめぐり、散発的な抗争を起こしていた、イーストコースト・クリップスとフロレンシア13が、イーストコースト・クリップスのメンバーによる麻薬強奪を機に、本格的な抗争に突入する。スレーニョスク氏シの武闘派組織でありロサンゼルスうに、数千名ものメンバーを持つ、 フロレンシア13との人種戦争と呼ばれた構想は長期にわたり行われ2005年だけでも53件の関連する殺人が発生している。特にフロレンシア13側は若い黒人とあらば無関係な一般市民までも標的にしていたという。2010年代には両組織間で休戦協定が結ばれているがその後も小競り合いが続いており緊張状態にある。 クリップスという名称がどのようにして誕生したのか未だに明確な答えは得られていない。現在では最初期のセットがすでにクリップスの名称を使用していたこととレイモンド・ワシントンの遺族による結成当初からすでに組織名はクリップスであり他ギャングからの自身の周りの者への攻撃を警戒し組織名をぼやかしたとする証言から1971年の結成時から 組織名はクリップスであった説が最有力とされている。そのため、称の起源としては諸説あり、中でも先日したロサンゼルスセンティネル氏における記事がきっかけとなった説はクリップスメンバー内でも長年信じられてきた有力な説の一つである。この説は3番目に信憑性の高いものとして捉えられている。しかし、深刻な貧困や差別に抗う組織として付加された。 名称としてはそぐわない意味を内包しており、信憑性に欠ける部分があるとして、それほど重要視されていない。この説は、特に日本国内において信憑性のあるものとして捉えられているが、当初のベイビーアベニュースの創設理念を考慮すると、後付けのバクロニムである可能性が高く、この名称由来についての信憑性は低いと見てよい。 この説が囁かれた期間があったとされているが、これはクリップス以前の黒人ギャングがブラックパンサー等からの影響を受けていたことによる単なるメンバー間の言葉遊びとされ、また一般市民からのギャング活動に対する同情を得るための戦略であったことが報告されている。クリップスはクリップウォークと呼ばれるステップを生み出した組織でもある。 クリップス出身のラッパーの一人である WC のライブパフォーマンスやビデオクリップでの披露により、ラップファンに認知されるようになった。加えて、80年代以降に現れた、ラップアーティストたちがギャングを気取り、過剰な表現をすることによって、事実ではないことでも、あたかも事実であるかのように楽曲で表現している、ことも、ギャングに対する誤解を招いていると、創設メンバーの一人である。 マイク・コンセプションは語っている。前述の通り、クリップスは他の多くのストリートギャングと同じ区長点に君臨する指導者、本部を持たないため、各セットは独立して活動している。セットによっては、ネイバーフット・クリップス同盟のように同盟関係を結んでいるセットもあるが、そうでない場合クリップス同士であっても縄張り、麻薬取引のトラブル、 過去からの関係などを理由に構想に発展することがある。特にロサンゼルスにおいてクリップスは総計1万人を超える大勢力であり、さらにはその多くがサウスロサンゼルス地区に密集しているために内紛が起こりやすい状況にあると言える。主な内紛としてローリン 60S クリップスを軸とした NHC 主体のデュース連合とエイトトレー。 ギャングスターズを軸としたトレー連合の構想、グレープストリート、ワッツクリップスと PJ ワッツクリップスなどワッツの核、クリップスの構想、イーストコースとクリップスとフーバークリップスの構想などが挙げられる。クリップスの最盛期であった1980年代1990年頃までに、クリップス同士の構想は、対ブラッツ以上の死者を出したと言われている。ブラッツや、 他組織においても少なからず内紛は起こっているが、数に劣るブラッズは対クリップスにおいてある程度結束が取れており、スレーニョスにはメキシカンマフィアという強力な指導部が存在するためにクリップスほどには内紛が起こらないとされる。また、南カリフォルニア街のセットでは発祥地を遠く離れた土地ゆえにクリップスとしての誇りなど薄く、 同じ状況下のブラッツのセットと合併した結果、誕生した新たなギャング組織同士で構想を繰り広げているケースも存在する。このようなケースはそれほど珍しくなく実質クリップスとして機能していないセットが全米各地にあるという。ストリートギャング、クリップスのギャングタグレーモンドワシントンらによる1969年のベイビーアベニュースの誕生から 1990年代のロサンゼルスには約200ものセットが存在していた経緯がある。現在も1990年代当時の勢いは失いつつあるものの、あまたあるギャング組織のうちアフリカ系アメリカ人によるギャング組織の多くを占めていたのがクリップスであり、残りの大半はブラッズ、ギャングスターディサイプルズ、バイスローズといわれるロサンゼルス、シカゴのギャング組織である。 その他では、エ1ティーン s ス,ストリートギャングや、ラテンキングス、南カリフォルニアのヒスパニック系ギャングの連合体で、あるスレーニオスなどのラテン系で構成される王女体の、ギャング組織や、カンボジア系アメリカ人やラオス系アメリカ人などの、東南アジア系アメリカ人による組織、カリブ海諸国をルーツに持つ組織や、白人ギャング組織なども、少数規模だが存在しており、 現在もこれらのギャング組織間での小競り合いは多少ながら続いている。しかし、本来は構想を行うためだけに作られたギャング組織ではないことを懸念する声も多く、ギャングスターと呼ばれているのはギャングという意味ではなく、あくまでコミュニティとしての名称だとかつての創設メンバーの一人である、スタンリー・ウィリアムズは語っている。なお、ウィリアムズは、 獄中から子供たちへの犯罪と命の尊さを題材に数々の児童書を発表。その功績により過去に7度ノーベル平和賞候補に選ばれている。本来ならば手を取り合わなければならない同じ人種が構想の劇化をたどりギャングによる犯罪が増加した背景には先に記述したようにギャングスタラップと呼ばれるヒップホップなどの音楽界での過剰な嘘と表現や マスメディアによる一方的なギャング批判によって感化されてしまったこと等も挙げられる。ゲットーと呼ばれる地域は再開発地区とも呼ばれ、貧困による将来への悲観とコミュニティ外の白人警察他からの脅威と戦わなければならない状況である。コンプトンやワッツ、スローソン等に代表されるサウスセントラル地区に追いやった白人の有色人種に対する人種差別が 事件の根本的な背景になっていることも問題視されている。また、ギャングの小組織にあたる地域集団をセットと呼んでいる。これらは区画やコミュニティごとに設置されており、それらの集合体によってクリップスというギャング集団が構成されている。セットはサブセットと呼ばれるさらに小さな組織間の同盟や合併によって組織されており、結合や消滅を繰り返しながら、 各セットが維持され続けている。全米各地に点在するセットの中でも、ロサンゼルスの上部団体から承認を受けて、設立されたセットは、レジット、組織を脱退しても、クリップスを名乗り続けるセットは、レネゲードセットと呼ばれる。また、セットごとに身につける衣服や、ハンドサインと呼ばれる象徴的な手信号、壁面やインフラ設備などに描かれる、ギャングタグが異なり、 それらの違いによって外見的にセットの相違を知ることができる。セットによって規則やルールが違い、あるチームでは麻薬関係の仕事が禁止されていたり、銃などの発砲、密売が禁止されていたりする。アメリカ国外においてはトンガに強制送還されたトンガンクリップギャングのメンバーが母国にてセットを設立し活動している。 ベリーズにおいてももともとニューヨークにて活動していたベリーズ人ギャングが母国に強制送還された後にロサンゼルスにやってきて設立したローリン 30S ハーレムクリップスの人脈を通じてベリーズ国内にセットを設立同様の経緯でベリーズ国内に根を張るブラッツと構想を繰り広げ治安悪化を招き問題になっているクリップス最初期から加入していたフーバークリップスは イーストコースとクリップスとの構想により一つのセットを除いて、脱退、現在は独立した組織であるフーバークリミナルズとして活動している。1000名近いメンバーを持っており、クリップスとの対立のみならずイービークを掲げている。かつては麻薬をフリーウェイリックロスとも深く関わりがあった。クリップスが使う用語、ありがとうございます。